が初。鬼滅が初でございます、アニメ私の中で。ドハマりですね。だってさっきも魚影なんか言っちゃってるから。魚影もうちゃんと見たからみんなさ、そのさ、おかん、なんだっけ、お、なんだっけ、親方様のみんなこうやって、グイっていうとこ、ちゃんと見たから、ちゃんと見たよ、ひなの。ちゃんとそこまで見てんだから。そうだよ。結構でも、さやかちゃんのその推しの方は、ちょっと私はそこまでね、見てないので、うん、そこまで見てないので、うん、ちょっとまだ良さが分かんないです、私には。でも絶対好きになるとは思うよ。いや、今も全員好きなんでしょ。そう、めっちゃね、DD なの、私。充実はそこは認めてる。そう、結構、ずっとね、サビトが好きって、ちょっとサビト楽しいです、みたいなことを言わせていただいてたんですよ、初期からね。まあ、そのご存知だと思うんですけど、結構。うんうん、そう、言わせていただいてて、はい、それでなんかまあもう炭治郎がもう本当にもういい人すぎて、まあそうね、あ、やばくない炭治郎の、あの人間性というか、うん、あの中身のあの神々しさというか、あれは神様みたいなレベルなんですけど、はい、あの炭治郎の良さと、でそしてあの鱗滝さんのあの、うん、手紙の優しさ、ああ、そうね。そう、そして、義勇、うん、もう、黙ってる、それを。義勇も黙って、それを。なんか、信じてるから、その二人の関係性を。うんうんうん、黙って、何もそれを言わずにね。うん。黙って見守ってあげてるところとか、なんかもう、うん、みんな好きなの、私。みんな好きなんです。いいやん。うん、どうしよう。でももうサビと出てこないけど大丈夫全然。え、でもなんかプチ情報だと、うん、なんか映画にちょっと出てくるみたいな。あ、え、じゃあ言っちゃダメ、言っちゃダメだよ。そのどこで出てくるとかは言っちゃダメだし、そのプチ情報として私は受け入れてるの。そう、あ、サビとが、え、このシーンしか出ないよって言われて、もうそれがショックすぎて私的に。え、いなの推しなのにみたいな、せっかくのえと思って。だけどお兄ちゃんが映画にもちょっと出てくるよって、だから、うん、じゃあもう映画しか勝たんと思って映画は、まあ、見るんですけど、いや見る機会ある、これから、え、一人で行くの、行くとしたら一人だね、どう考えても。あ、だってもう、だってもうみんな見てるじゃん、どうせもう周り。いやでもみんなね、何回も見たくなるのよ。逆に、うん、そう、私ももう一回見たいから。え、そう、そう、内容分かってても見たい。なんでそうなるの逆に。え、ハマってるから。そういうこと。え、ねえ、漫画見た？え、全部読んだ。やば。え、だってじゃあってことはさ、ちょっと、うん、本当に何も言わないでほしいけど、うん、もう結局結果が分かってるってことでしょ。え、そう、分かってる。え、本当にもう柱じゃん、じゃあ。柱いんじゃん。なんかめっちゃ上行ってるよね。なんか上のくらいだよ。上の1ぐらい行ってるよ今もう。さやかちゃん映画も見ちゃって。そうね、やば、全部経験しました。そうなんですよ。こと？マジ？アオミさん早く走るにならなきゃ。ついてこない、ついてかないと、まだ私さ、今頂上決戦降りたぐらいだから。ああ、もうその世間的にね、世間的に頂上決戦合格して、うん、最終県別だったね。そうだ、最終最終選別。誰かに教えてもらった。兄がすごい詳しいんですね。だから兄に助けられながら毎日見てるんですけど、最終選別を、まあ、世間で例えると最終選別にやっとたどり着いても、鬼を倒してで剣をいただいたみたいなぐらいだから、ちょっとまだね、世についてきてない。ワンピース混ざっちゃった。ワンピースも入っちゃった。ごめんなさい。本当だ。中条記事何かと思った。だから次ね、もう、あのさ、アニメの終わり方がよ、今のさ、映画がさ、うんうん、最終列車だっけ、無限列車なの。やばい、みんなバレるんだけど、そろそろ。どうしよう。なんか、その、無限列車っていう題名は知ってたからね。なんか、それがでもアニメに出てくると思わなかったの、今の。うんうんうん、アニメはアニメ、映画は映画だと思ってたから、その無限列車って出てきた時に、うえーみたいな、え、そういうことみたいな、映画の続きって、アニメの続きってことね、映画みたいな、こんなに繋がってることってなかなかないと思ってたから、勝手に。
いいなの、ごめんね、アニメって言ったらドラえもんとかしかないからさ、ドラえもんって全部話が別々なわけよ、映画もアニメも。あ、そうだからそのノリだと思ってたの、うん、そしたらもう鬼滅はアニメも映画もつながってるから、うん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 、それに驚き。あ、そういうことね。そう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 、だから感動した、なんかそれだけで感動。だからさ、無限列車の次の話もちゃんと映画でやってほしいのすごい思ってて。え、やるらしいじゃん。あ、やる、やっぱり。なんか2話、うわ、映画の2話みたいな。え、だけどなんかファンの方から言うと、うん、なんかアニメ映画アニメ映画らしい。あ、そうなんだ。そう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 、え、でもなんかさ、頭いいと思わない？そう、売り方がいいのは天才だと思うの。なんか、ね、このモヤモヤさせる感じで、そしてまた映画みたいな。もう熱いよね。でしかもさ、聞いてくれる、うん、なのはすごいね。漫画を読もうか迷ってるの。でも漫画を読んでしまったら、うん、話が分かってしまうわけですよ。あ、終わらせたくない。終わらせたくない。このアニメを見るこの毎日のワクワク感に、なのはきっとハマってるの。あ、そういうことね。そうそうそう。あ、いや、絶対読んでほしいな。ね、でもなんか漫画の方が詳しいらしいじゃん、なんか書いてることが。まあそうね、うんうんうん、そう、だからなんかそう、めっちゃ迷ってる。だからどうしよう。え、お家に漫画はあるの？お兄さん、そう、お兄ちゃんが、え、漫画持ってんだよね。そう、漫画を持ってたっていう、ちょっとこれ朗報なんですよ、本当に。今の知らなかったの？知らなくて、今のはもう絶対漫画読むみたいなこと言って、うん、もう漫画全部集めるみたいな気持ちでいたの。うんうんうん、そしたらね、なんか俺持ってるよって言ってくれて、え、待って、早く行ってよみたいな、こっちからしたら本当にびっくりだよ。あ、じゃあうちの俊太郎紹介してもいいですか？え、かわいい。うちの俊太郎です、よろしくお願いします。あれ、ね、ゆきちゃんとかじゃなかった？名前俊太郎だよ。俊太郎、そうだよ、うちの俊太郎です。初めて聞いた名前でしょ。え、かわいい、かわいい。かわいいでしょ。え、ちょっと。そう。うちのハッピーさん、おねんねちなんだけど。あ、かわいい。すごい。え、あれでしょ？南へ行けっていうタイプでしょ、その猫。え、ちょっと待って、南へ行けみたいな。次は南、もっと走れみたいな。え、カラス？え言わない？その猫絶対言うでしょ。よく言われない？言わない？本当に？なんか言いそうだけどね、その猫結構。確かに。人間っぽさはめちゃくちゃある。食べれそう、本当に。さやこちゃんは、なんで、じゃあ、誰だっけ？うずいさん？うずいさんが好きなの。ネタバレしない程度にちょっと答えてみて。でもただ直感よ。普通に外見もそうだし。ああ、一目惚れタイプね、さやかちゃんは。あ、ダメだ、騙されるタイプだ。違うよ、全員だ、全員タイプね。ちょっと待ってよ。だってねずこちゃん可愛いからもう好き好きみたいなタイプでしょ。あ、え、でもちゃんと外見から中身入ってったら中身も素敵だったから、うん、本当に本当だ。え、もう絶対好き、怪しいよ、気になるよ絶対。本当に。でも今の結構あの人、でもなんかプチ情報で聞いたんだけど、なんか妻が3人いるって聞いたんだよね。5人聞いたそれ。そう、え、もうこれ以上話しちゃダメだね、もう最後ね。これ以上内容は言っちゃダメだけど、なんか聞いたんだけど。だから本当にうずいさんはやめときな。いや、大丈夫。あ、じゃあもう善逸タイプね。もう大丈夫。もう自分はうずいさんの嫁だと思ってるから。あ、思ってる。6人目もしかして。そうそうそう、6人目ね。なるほど。まあでも今のは結構、誰だっけ、うん、あの子。横結びの子。花尾？あ、かなお、かなお。かなおわかる？わかるわかる。かなおは結構今ライバル視してる、実は。なんで？かなお多分炭治郎のこと結構ときめいちゃってるの。あ、そうそう、あ、まあダメだよ、なんかあるかは分かんない、分かんない、そこは言わないでほしいけど、うん、なんかちょっとだね。結構稲野のこの女の第六感的な、女の子の第六感的に言うと、曲ねえやん。女の子の第六感的に言うと多分好きなんよね、うん、炭治郎のことが。でも炭治郎はやっぱ誰のものにもなってほしくないの、稲野的に。そう、じゃあ今結構さ、炭治郎が一番じゃん、好きなの。
でも譲れないの義勇だっけ。そうそうそう、義勇も譲れんの。確かに、うん、もうなんていうの、もう譲れない、なんかもう譲れないの、うん、あのクールさというか、あの何も言わない優しさ。あー、まあそうね。でも世の女子は善逸にハマってると聞きましたけど、うん、そうですね、私も最初アニメ見始めた時、うん、一番好きになったの善逸、あのギャップもしかして。そうそうそう、でもちょっとうるさくない、善逸。え、全然気になんなかった。本当にもうかっこよく立っちゃった。あー、まああのでも一の方しかできないよ。でもあの一の方がさ、もう爆問気合いすごいよね。ちょっと待って、そこ大事だよ。え、嘘、え、待って、言わないで、本当にやめて。お兄ちゃんみたいだね、なんか言い方が。お兄ちゃんもアニメ見るとき、待って、ここ静かにして、本当大事だから、みたいな。もう本当に聞いて、みたいな感じで。言い方が一緒だね、今。お兄ちゃんかと思った。大事なんだ。いや、なんか、鬼滅って大事な部分が多いんだね、そんなに。そう、多い多い多い。だからもう、でも一言一言覚えておかないと思う。ね、え、本当にのさ、名前さ、言う、うん、覚えるの苦手なの、めちゃくちゃ。うんうん。だからめっちゃ困る。なんかみんな難しいじゃん、名前。確かにね、本当にもうこんがらがる。なんかもうやめてほしい。でもギユさん覚えよ、うん、ギユさん、ギユ、ギユね、ユギじゃないよ、ギユ。呼び捨てっていうところがもう笑っちゃう。ギユ、え、ギユはギユだよ、もうみんなの中で結構もう友達だから。そう、誰ギユは結構仲いいよ、みんなの。みんな富岡さん呼ぶよ。富岡さん、あ、みんな結構やっぱさ、うん、あ、まだまだだね。ちょっと待ってよ。みんな結構さ、距離置いてるんだね。みんな結構攻めるからさ。結構もうね、もう結構攻めるよ、ひなの。いいよ、もう距離感詰めてくから、どんどん。やばすぎる。そうだよ、もう。富岡さんなんだ、みんな。みんなまだまだだね。うわ、ね、まあ、炭治郎は炭治郎だけど。炭治郎、え、舐めてるじゃん、じゃあみんな炭治郎。でも炭治郎こそみんな炭治郎さんって呼んだ方がいいよ。まあ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 ね、心の優しさ本当にね、本当に神様だから。ひなの絶対もう炭治郎だけは大事にするって決めてるもん。本当に炭治郎は、炭治郎だけは絶対守る、ひなのが。え、もうなんかこの話聞いてる天海さんがさ、もう鬼滅の刃の中に入ってる。あ、そうだよ、なんかもう結構もう入ってる。なんかもう周り見ると時々鬼いないか怖いもん。本当に。なんか本当にありそうじゃん。なんかさ、分かってるよ。ないことも分かってる人の。アニメの世界とかあんまりさ、なんていうの、経験ないから、なんか本当にありそうで、普通に怖い。確かに。まあそこで守ってくれるのは。くれるのは、炭治郎と義勇と、サビトと、多い、多い、多い、そう。多いな。ダメ、そんな守られちゃダメ、もしかして。まあ、多すぎ。うちら、だからね、富岡さんは、まあ一人でも十分かもね。まあ確かにね、義勇はもう結構もう、11の方とか言っちゃうから。11の方。かっこいいね。かっこいい。ちゃんと見たんだね。そう、でもルイ倒しちゃうから一発で。え、それこそルイかっこいいからさ、好きにならない？ルイ？うん。だって鬼だもん。鬼はね、なんか確かに鬼にも気持ちあるのも知ってるよ、ちゃんと。鬼も人間だし、元。なんか、うん、鬼も物語があって、鬼になりたくてなったわけじゃないのも全部知ってるの、ちゃんと。だから、別に、なんかそういう変な目で見たりとかはしてないけど、全然。だけど、やっぱり悪いことをしちゃった人は、やっぱり生まれ変わるべきだと思う。うん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 、だから、生まれ変わってほしいっていう気持ちで好きになれない。わかる？生まれ変わったら、出会いたい、また。おー、なんかかっこいいこと言ってるけど。ごめんね。でもアニメなんよね、それが。めっちゃかっこいいこと言ってんのにアニメなんだよね、言ってることが。悔しいよね、そこがね。いやでもね、漫画も読んだら、うん、いろんな鬼がまだ出てくるわけじゃん、話が続いてるから。確かに確かに、うん。鬼もね、かっこいいのよ。そうなの？かっこいいのよ。本当に？困るんだけど、ちょっと。もうなんか名前すらも今言ってほしくないぞ、鬼の名前。本当にやめて。じゃあ言わない。真剣、真顔真顔。でひなのが一番印象の鬼はもうこれだよ。この鬼。この鬼は結構ひなの根に持ってるけど、でもあいつも、あいつで、なんか思い出があったから、うん、なんか責めれないのが、なんか悔しいよね。だからひなのの気持ちは多分、胡蝶みたいな人。胡蝶みたいな。なんか忍だっけ。そうそうそう、気持ちは忍なの、いいの、多分。なんか忍さんもさ、なんかさ、鬼
その何人やっつけたんですかみたいな、その限度で私は決めますみたいな、なんかそう、そういう気持ちなんだよね多分。そういうことね。なのはコチョかその姉って感じ。やっぱ鬼とも仲良くしたい、けどやっぱりなんか鬼も仲良くしたいけど、でも鬼も悪いことしてるから複雑な気持ちみたいな。うん、確かに。手鬼ね、あれはびっくりしたな最初。誰手鬼、これこれね、あ、マフラーマフラーって呼んでんの違うマフラーだと思ってたんだけど、あれマフラー鬼マフラー鬼って覚えてるけどね結構初めて聞いたんだけど、要はマフラーって呼ばないのあれ。でもこれだけじゃないじゃん、だってめっちゃ手あるじゃん。あれはありなの、あれが最強だと思ってた。そしたら次なんかさ、12期みたいな。12気づき出てきて、なんか、でも12気づきってさ、ひなの、結構さ、あの、あれ、すぐ変わると思ったの、序列が。ああ、そう、だけどなんかもうさ、急にさ、無惨がさ、急にその日なんか嫌なことがあったのか知らないけどさ、急にさ、会の人たちをさ、なんかもう、パシャーってやっちゃったじゃん。うん、今だから神シックスしかいないのよ。そう、神シックスしかいなくて、そのね。わかる、伝わる。わかる、わかる、この序列の神シックスしかいないから、十二気づきじゃないのよ今。まあそうね、そうね。そう、ね。だからそこが結構なんかいいのかなみたいな。そこは結構心配、これからの鬼世界に関して、ね、そう、そこは結構心配だね、やっぱり。12人いないと、やっぱ、うちらもさ、だって1人かけたらやっぱ成り立たないじゃん。まあそうね。そうそう、だからそういうの、やっぱアイドルとやっぱ重なっちゃうよね。重なる人初めて聞いたけど。違うかな、もしかして。ちょっと違うけど。いやでもサビともう一回出てこないかな。ひなのの、じゃあサビと、ひなのもサビとは、なんかみんな違うのよ、はい。なんか好きになり始めが。炭治郎はもう中身。で、義勇は、ひなの義勇こそなんかギャップって感じなの。おー、そうなんだ。なんかクールなのに、クールでなんか塩なのに守るとこは守るみたいな。わかる、あの、なんかさ、最初とかひなのこの人塩、もう超塩、みたいな。ジュアカイヨーやん、めちゃくちゃって思ってたけど、でも結局はその裏に優しさがあるみたいな。ところのギャップが結構好きなの。うん、でもサビとこそ、うん、なんかそのお面、あのなんか最初、なんか、この岩を、お前はやめろみたいな。この岩切れないみたいな。やめろみたいな感じ言ってた時に、うん、なんか、その、いろいろあったけど最後にお面取った時のあの笑顔に、私はやられました。単純なんよそこは。ごめん、サビトに関しては単純だったわ正直。あ、そういうこと。まあそう、まあ、な、普段笑わない人が不意に笑った時はね。そうね、だから多分ギユだっけ、ギユ、うんうん、が笑ったら多分もうこの世の女子はおっバーンだよもう絶対そうだよ、もう笑った笑った、うん、ハッシュタグギユ笑ったみたいな、ギユ初笑顔みたいな感じだよ。本当に、もうすぐ、もうひなのがもうつぶやくからいっぱい。本当に。面白い。そういうことね。そうか、なんか。富岡さんね。まあ最初確かにびっくりしたわ。ね。本当に変わっちゃうんじゃないかな。ひなのも、あ、もうこの物語は終わりみたいな。え、待って待って、なんかさ、その、ひな、狐の糸も結構さ、有名じゃん、うんうん、サビと、うん。だから、なんか、ねずこも、あ、ここでもう、ねずこもいなくなっちゃったけど、キャラクター、人気、仲いいからキャラクター化してんのかな、みたいな。うんうんうん。と思ってたら、その義勇の優しさで。あれさ、義勇さん、富岡さんが竹をやったってことなんだよね。うん、え、そうだよ。かわいいね。だから、かわいくて、ねずこめちゃくちゃかわいくない？え、かわいい。え、しかさ、もうさ、天海さんがネイル鬼滅にしそうな。一個一個ね。もうこれが私の推しです。え、そう、絶対やる。でも稲野さ、もう DD だからカラフルになっちゃうよね、爪がどう考えても。一色でも、そう、一色でまとまんないんよ。そう、
やばいやばい。でも一番可愛いのはさ、ねずこの抜血した時のあの見えたじゃん爪。あ、はい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 。そう、その時の爪をみんなやる人が多いんだよね。あ、そういうこと？あのグラデーションネイルみたいな。そう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 。あ、そうなんだ、すごいね。なんかさ、そのお兄ちゃんにも聞いたけど、うん、この目の下に点ついてる人いるじゃん。恋柱の子。あ、みつりちゃん？かな、すごいすぐ出てくるんだよな。看護師。あの人のその下に点ってするメイクも今流行ってる。ちょっと前かな、わかんないけど、流行ってたみたいな。知らなかったわ。ね、ひなのも知らなかったけど、なんかそういうメイクもなんかあったらしいよ。すげえ。すごいよ。なんかだから鬼滅ってすごいなと思って。すごい。本当に。いつまで続くんだろうね、このブーム。ね。でもひなのは今始まったからまだ冷めないでほしいけどね。だってひなのめっちゃ盛り上がってんの今。本当にもうみんなが盛り上がってる時の状況よ、ひなの今。結構もうやばいやばい、変わってる。そうなのになんかみんなが急に冷め始めたもん、ひな悲しい悲しい。本当に一人でコスプレしちゃうから、本当にそれだけは避けたい、どうしても。やるなら誰？そうみんなそれも話してたの、なんかあえて、うん、あえて鱗滝さんかみたいな。そうあえてね、意外、うん、なんかねずことかはもう流行ってるからさ、もう可愛い人には勝てないのよ、そのコスプレしても。だけど似合うって、いやもうそのお世辞も嬉しいんだけど、あえてちょっとあえてなんかマフラーをにしようかな。簡単じゃん。もうマフラーをにしたいけどね、結構。だったらマコモにしてよ。あの、サビトと一緒にいた子。ちっちゃい女の子。あ、ちっちゃい女の子、うん、あの子もいいさ。あのちっちゃい子だよね。うんうんうん。あの子は何なの？あの子も剣士、なんかちっちゃい子が剣士になろうとする子多くない？なんか。そうだね。確かにね。子供？子供だね、みんな。子供が剣士になるの、みんな。あ、大人は剣士になれないの？言ってたわ。あ、そうなの？知っちゃったね、なんか。漫画で結構出てなかったっけ、その話。はいはい、そうやってさ、っっ、はい、はい、ネタバレしました、私の兄。あれ違ったっけ。ほら ね、言わないでって言ったじゃん。重要なの、日なのからしたら。重要じゃないかもしれないけど、そうやってね、言う、みんなは知ってるから、さやかちゃんとかね、お兄ちゃんは知ってるから、そうやってね、そうペラペラ言っちゃうかもしんないけどね、ちっちゃい子。みんなのは、そのちっちゃい子と見るのが楽しみなの、わかる？このアニメじゃ知れなかった。だからこそ漫画で見て、あ、こういう細かい情報もあるんだみたいな。そう、とこ見るのが楽しみなの、ひなのは。わかる。あ、そうだったんだみたいな。お説教今。ああ、ちっちゃい頃しかさ出れないんだってさ。もうすべてが重要なね、本当に。なんだよ、じゃあそんなことない？まあ信じるよ一応。まあそんなことないかは漫画読んでみてから楽しむわ。もう全ての新しい情報は自分で初めて見たいんだね。そう、ちょっとめっちゃ無残みたいなこと言うけど、ネタバレしていいのはひなのだけ。ちょっとごめんね、無残みたいなこと言いたくないけど、ネタバレしていいのはひなのだけなんだよね。あ、そうなのね。そう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 、そう言われると私もめちゃくちゃネタバレしたい。うん、ダメダメ、絶対許さんよ、もうひなの。もう本当にもうピシャンだよ、もうさやかちゃんのもうギューって握っちゃうみたいな。大丈夫。本当に気をつけて、本当に気をつけて。聞いてくれなさそう。待って待って、みんなそんなにそんなに短気じゃないからやめてね。本当に。そうね、優しい優しい葵さん。みんなのが海の方出しちゃうから、海の呼吸だ、海の呼吸6の方だ、口封じってやっちゃうから。黙らせといた。黙らせといたわ、とりあえず。悩む話してほしい、絶対盛り上がる。ね、悩む話したいね。もう悩む毎回突っ込んでくるからね、みんなのが。そうそうね、そう、面白すぎる。でも一番もうな、ちょっと悩む話になっちゃうとさ、何何、あのブブカの話になっちゃうから。あ、はい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 、あの水着でしょ。そうそうなんだよ、びっくりよ。知ってた？ん？知ってた？まあちょっとなんか、まあ、相談されたから。ねえ、そうなんだ。そうそう、なんかリナのも一回やったことあるからさ、なんか、まあ、悩むが珍しく頼ってきて、なんか珍しく、そう、なんかねえねえみたいな、うん、ちょっと初めてなんだけど、なんかどういう気持ちでいけばいいみたいな。どういう気
結構真剣に言ったんだね。そう、真剣に悩んでたよ。真剣に悩んでたから、大丈夫だよ、みたいな。そう。だから、ありがとう、先輩って来たから。まあ、ええよ、ええよって言っといた。ええよ、ええよって。まあ、確かに先輩っちゃ先輩だけど。一回しかやってないからね、全然。全然一回しか、初期のことだからね、ほんとに。一回がでかいよ。え、でも、あと5分だって。いつも早い。いや、早くない？ね、待って、ひなの。え、待って。面白すぎる。待ってね、ひなのね。ちょっと結構個人のショールームで話しちゃったけど、さやかちゃんと話したいことはたくさんあるんよ。うわ、ちょっともう一回、もう一回話そうね。ねえ、もう一回話そうね。楽しすぎる。ファンの方もたくさんコメントしてくれてるからね。そうそうそう。もうね、こっちのコメントは、うん、もう、あおめさんのワードセンスがいいみたいな。あ、ほんと？あ、なにこれ、さやかちゃんのコメントと違うの？え、違う違う。そうなの？そう。そっちはあおめさんの方で見てる人のコメントかな？え、そうなの？え、多分そうよ。え、知らなかった。なんか本当に初めてコラボ。今の。本当に。初めまして。時間かかったもんね。そうね。しかも今コラボ配信できるっていう、うん。設定の仕方を習ったのが中ちゃん。嘘。中2？中2、中3に習った。コラボ配信の仕方を。実は中さんが。中ちゃんに教えてもらいましたよ。でももう次ね、やり方分かったから。できるできる。しかもひなのから、もうひなのからリクエストしちゃうから、なんなら。あ、本当に？もう分かった。やっと来た。でしょ？え、じゃあ、押してなかったよな、リクエスト。え？さやかちゃんが消してくれると思ったもんだって。え、私ずっと送ってたよ。え、で、なんか押してたんだけど、うん、なんか、押せ、なんかキャンセルみたいになっちゃって、勝手に失敗しましたみたいな。そうなんだ。だからちょっとじゃあ自分から送ってみるねみたいなって言ってやったらできた。あ、私が誘いましたみたいな。え、そマウントスター今やば、まあ、そうね、そうね、マウンターないよ、ごめんごめん、危ない危ない。あ、気をつけるわ。面白すぎる。気をつける気をつける。そう、マウンターの無残なんよ今のタイプが、タイプ型的にね。あ、でも好きよ、そういうの。あ、よかったよかった。よかった。やっぱ、無惨ってね、憎めないと思うんだよ、結局ね。ごめん、急に。あ、カラスいるよ、後ろに。カラス。ちょっと待って。ハッピーさんだから。ハッピーさんなの、それ。あ、そう、ハッピーさん。そう。え、今いないの、アオミさんの猫。俊太郎？俊太郎だっけ？え、小雪？あれ、なんだ、ゆきちゃんと、うちにもカラスいるけどね。みんな、チュン太郎とカラス飼ってるんよ。あ、怒ってる。うちのカラス結構、そう、西に行けって今、指示が入った。指示が入ったね、今。どう考えても。そういうことね。そう。西に行けって言った、今。どう考えてもね。結構、だから。ね、お怒り。そう、もう早く行けって。もう、休みすぎちゃって、ちょっと。そうね、うん、そう、結構怪我してたからさっきまで。そう、休みでもそろそろね、もう時間だし、私もちょっと鬼狩りに行ってきたいと思います。入り込みね。もうめちゃめちゃ。皆さんもしぜひ応援、応援してくれたらホワホワするので、ぜひ応援のコメントよろしくお願いします。ホワホワするので私。もう面白い。もう一回話そうね。ね、話そうね。待って、みんなのもっと勉強するから。オッケー。そしたら、ね、めっちゃ楽しい。え、なんかさ、またおすすめ教えて。なんか、迷ってる、正直。え？なんかさ、漫画読むか、映画見るか。え、でも今は映画先でよくない？別に。あ、やっぱり？やっぱそうだよね。え、でも漫画読みたいのになの、実際。あ、でもまあ、どっちでもいいんだよね。細かい内容が知りたいんだよね。でも、読もう。でも、読みたくもないの。もう早く読んで。やっぱり。え、だって終わっちゃう、終わっちゃう。バイバイ、みんな。さやかちゃんもありがとうね。バイバイ。また話そうね。